3連勝と言ってもらいましょう。どうもこんにちは、3度目の向井山でございます。この日曜日は J1 リーグ第3節湘南ベルマーレ戦でございます。水曜日のねルヴァンカップは浦和レッズに悔しい4失点での敗戦となりました。でもまあルヴァンはねグループの2位に入ればプレイオフステージに進めるんでね、次からね連勝していけば全然可能性あるでしょう。でね、リーグのベルマーレ戦なんですけれども、ベルマーレは水曜日のルヴァンでトスに1対0、リーグの方はね第1節で長崎に2対1で競り勝って、前節はねフロンターレに先取点を取られながらも追いついて1対1で同点。今年もベルマーレは粘り強いですね。まだ負けなしですか今年。超キジェ監督のサッカーもねもう7年目で戦術の浸透具合も高いですしね、何よりよく走るスタミナがありますねベルマーレのサッカーは。去年はねホームで逆転で勝ってくれましたけれども、2016年からねあまりベルマーレとの対戦は勝ち星に恵まれていませんから、日曜はねすっきりと勝って向こうのね得意意識を完全に消し去ってほしいですね。水曜のねルヴァンで負けちゃったんで、今年のね公式戦の連勝は止まってしまったんですけれども、リーグの連勝はねまだまだ続いているので、勝って3連勝と言ってもらいましょう。ベルマーレに移籍したね野田選手とか高橋選手との対戦も楽しみですね。